オペンスセは、スセ及びその他企業等が支援するコミュニティ、オペンスセプロジェクトによって開発される、オープンソースのリナックスディストリビューションである。もともとは、スセが開発するスセリナックスであった。2003年のノベルによる、スセ買収後、100%オープンソースを目指して、開発体制をコミュニティベースに移行、スセリナックスから現名称に変更した。 現在の最新版は2019年5月22日リリースの OpenSe Reap15.1。Reap の他にも t u m b l e ー w e e d と呼ばれるローリングリリースモデルを採用したプロジェクトがある。これは最新のソフトを積極的に取り込みリリース版のベースになる。同社のスセリナックスエンタープライズのソースコードを利用している OpenSe は汎用のリナックスディストリビューションである Web ページの閲覧。 デジタルコンテンツの再生、制作、オフィスソフトなどの GUI を利用したデスクトップ用途、CUI を中心としたサーバー運用など様々な用途で利用することができる。以前は、スセが日本に進出していなかったため日本ではあまり普及していなかったが、バージョン9.1から日本語版もリリースされ、現在は標準で日本語での表示や入力が可能である。同プロジェクトは、 ディストリビューションやツールの提供に加えてポータルサイトをコミュニティのために用意している。コミュニティはドキュメントアートワークなどの作成について公開メーリングリストやアークを通じて議論する。オペンスセビルドサービスを通じて提供されるコードを元にオペンスセの開発を行っているゲーコと呼ばれるカメレオンがマスコットである。ディークとゲコをかけた名称で一般公募で決定した。ヤストに ヤストよび、スセスタジオも参照大きな特徴は、ヤストと呼ばれる設定ツールである。ネットワークやユーザー、セキュリティなどに関するシステム設定を GUI 上にて行うことができる。デスクトップ環境はかつては KDE が標準であったが、現在では KDE、GNOME、ZAFS から選択できる。メイト、エンライトンメント、シナモンもコからインストールできる。アイスワムや、 ウィンドウメーカー、ブラックバックス、TWM などのウィンドウマネージャーも利用できる。ウェブブラウザとして、Firefox、マルチメディア用ソフトとして、GNOME では、Banshee、KDE ではアマーク、a m a k Caffin が標準で用意されている。コーデックはインストーラーには含まれていないが、OS インストール本に追加でインストール可能である。オフィス用途には、 リバーウフスが用意されており、オパンドキュアメント形式やワード、エクセル、パワーポイント形式などの一般的なドキュメントファイルの編集に対応している。グラフィックス用途には、ビットマップエディタとして、ギンプ、ベクターエディタには、インクスケープが用意されており、様々な形式の画像ファイルを編集することができる。インスタントメッセンジャークライアント、メールなどの個人情報の管理を行う、 画像管理用ソフトも標準で含んでいる。サンバを利用して Windows ネットワークに参加することもできる。RPM 形式でのソフトウェア管理も可能であり、追加でさらに多くのソフトウェアを利用することができる。仮想機械、例えば全、KVM との相性が良く、XGL、p o ーマー等の開発でも知られている。ディストリビューションに同梱されていない、オープンソースのパッケージは、 スセスタジオよりワンクリックでインストールできる。その他、開発者への特徴として、同コミュニティは、オペンスセビルドサービスと呼ばれるソフトウェアパッケージのビルド環境を提供している。これは、オペンスセはもちろん、他のディストリビューションやアーキテクチャを超えた、クロスプラットフォームでのビルドとパッケージ公開を可能にする Web サービスである。 1995年12月に発売された初期の SUSE Linux。マスコットのカメレオンのデザインが現在と少し違うスセリナックス10.0オペンスセの端緒は、Linux をインターネットからダウンロードするためにおよそ50枚のフロッピーディスクが必要だった1990年代頃に見ることができる。当時の SUSE GMBH は、 Linux のディスケットを一つのパッケージにまとめて販売していた。また、その頃までにパトリック・フォルカーディングにより開発されたスラックウェアディストリビューションがリリースされており、これはスセ GMBH がドイツ語に大幅にローカライズしたインストールプロセスによってドイツ語圏において多大な人気を得ていた。それに加え、スラックウェア独自のインストールツールが スセ GMBH によって開発された、ヤ a s t によって置き換えられていた。1994年4月から、スセ Linux パッケージのバージョン1.0はディスケットで、なく、CD にて配布されることとなった。1996年3月に、スセ GMBH は、スラックウェアから独立した彼ら独自のディストリビューションを、SUSELinux バージョン4.2として公開するに至った。 バージョン番号に関して多くの議論がなされ、バージョン1.1は受け入れられず、最終的にはダグラス・アダムズの小説銀河ヒッチハイクガイドに登場する生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えに対して答えられた42を採用することとなった。3枚の CD で構成された最初のディストリビューションにはライブファイルシステムが含まれていた。 スセリナックスの販売数はバージョン4.2以降好調な伸びを見せた。当時すでにリナックス市場は成長段階に入っており、バージョン5以降、標準のスセリナックスディストリビューションをベースとしてビジネス向けにより長いリリースサイクルとサポートを行うリナックスを供給するようセ GMBH に対しても要求が行われていた。しかし、このコンセプトが実現するまでは、 長期リリースアップデートサイクルとともにサポート、トレーニングサービスを受けることができるスセ、Linux Enterprise s ー,ーが2000年10月31日にリリースされるまで待たなくてはならなかった。サポートの多様化と並んで、スセ Linux はバージョン6.1から d c によるアルファをバージョン6.3から PowerPC をサポートするプラットフォームに加えた。それらつのディストリビューションによって、 セリナックスディストリビューションは成長を続けることとなったが、仕様が一般的に広まることはなかった。その後には、AMD のアセロン64、インテルのアイテニアム、IBMS390 についても対応が行われた。バージョン7.0から9.1まで、一般ユーザーには、プログラム環境が限定された、パーソナルバージョンとサーバー、開発ソフトウェアが付属する。 プロフェッショナルバージョンという二つのバージョンのスセ、リナックスが用意されていた。また、学生向けにキャンパスバージョンが割引価格で販売されていた。同様に管理ハンドブックが含まれていないアップデートパッケージがプロフェッショナルバージョンに対して用意されていた。スセ9.1からノベルによって販売されることとなる。変更点には、 FTP サーバーを通じたインストールに加え2004年6月からは基本的なインストール環境が含まれている CD がインターネットからダウンロードできるようになったことがある。CD に含まれているパッケージは FTP からはインストールすることはできなかった。また、プロフェッショナルバージョンについて64ビット環境向けのソフトウェアが収録されている DVD が店頭に並べられていた。また、 スセリナックス9.1ではインストール設定ツールであるヤストが GPL において公開された。ノベルによって導入された改変にはバージョン9.2以降取り入れられている。KDE もしくは GNOME デスクトップで利用可能な独自のライブ CD が重要な位置を占めている。また、スセ9.2より初めて ISO イメージで構成されたディストリビューションがダウンロード可能になった。 バージョン9.3において、キャンパスバージョンとアップデートパッケージは打ち切られ、バージョン10.0以降は一つのバージョンにまとめられている。バージョン10.2で、スセリナックスの名称は、オペンスセに公式で変更になった。その後は、オペンスセとして開発が継続され、各バージョンのリリースを行っている。2015年の暮れから、オペンスセは、主に二つの形に分けて提供されている。 このうち、リープは、より保守的な固定リリースで、スルに基づいたディストリビューションである。一方、タンブルウィードは、ローリングリリースのディストリビューションで、アップストリームのプロジェクトから、最新の安定版のパッケージを統合することに、注力している。2011年4月27日、アタッチメイトは、ノベルの取得を完了した。アタッチメイトは、 ノベルを二つの自律的なビジネスユニットに分割した。これは、ノベルとスセである。アタッチメイトは、スセとオペンスセプロジェクトの関係性には、何の変更も加えなかった。2014年のアタッチメントグループのミクロフォーカスとの合併後は、スセはそのオペンスセへのコミットメントを再確認している。2018年7月2日、イークとパートナーズは、 スセを取得する意図があることを宣言した。スセとオペンスセの関係性についての変化は予期されていない。この取得はオペンスセプロジェクトの創設から3度目のスセリナックスの取得で2019年3月15日にクローズされた。X86 から64のインストールメディアが公開されておりインストールするマシンのアーキテクチャにあったメディアを利用する。 DVD のインストールメディアにはデスクトップ環境をはじめとした多数のパッケージが含まれる。デスクトップ環境を利用する際には GNOME、KDE GN、ZAFS のいずれかを選択してインストールすることができる。FTP、HTTP でインストールできるイメージも公開されている。OpenSeLeap15.1 は6 4ビットの X86 から64機で動作する。 以下に、オペンスセの基本的な機能を利用する際に最低限、推奨される条件を示す。ありがとうございます。